何？ま。まあできる。まあ言ってみろ。まあ。まあ。じゃあこうして、こうしてこれくっつけると、ここが。ごめんね、今ね、すごい新型の入ってる。怖いんだな。ごめんなさい、杉浦。杉浦。杉浦、始まる。はい。オッケー。じゃあこれであと何ができるかな。こうしてこうするとなんだ。何？さ。さ。じゃあこうしたら。これ何？け。言ってみろ。これじゃあ人だ。最近もできたのか。まあいろんな字できるね。まあいいだろう。あ、もう一つあったね。短いのもあった。ごめんね。はい、じゃあいくよ。バーツ。バーツ。バーツ。バスがあるんだけども、ここにバスはいくつある？何？じゃあ数えてみよう。1、2、3、3。はい。1、2、3。ここにはバスはいくつある？4個。4個？え？じゃあ数えるよ。1、2、3。ん？よくわかんねえな。じゃあみんな一緒に数えてみよう。3。はい。1、2、3、4、5。5個。三角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 。ここには三角いくつありますか？四。何？四。じゃあ数えてみるよ。三。はい。一、二、三、四。何？これどうしよう。三。はい。一、二、三、四。誰でもこう言った人。三。はい。一、二、三、四。よーし。もっとたくさんなりました。これ一緒に数えるか？よし、ペンがどこ行ったかな。あったか。じゃあいくよ。3、はい。1、2、3。おー、BW さんもっとしっかり、1、2って言うんだよ。3、はい。1、2、3、4、5、6、7。よし。じゃあ、ここに丸がありますが、丸。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 丸がいくつあるか数えますよ。3、はい。1、2、3、4、5。丸がいくつか数えますよ。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8。9。誰9だ、お前か。3、はい。1、2、見てないぞ、そんなのよ。しっかり見てる、こっちを。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8。は、言ってみろ。は。は。は。ところがこの歯をね、先生バラバラにしてしまいます。今の反対だぞ、バラバラだぞ、バラバラだぞ、バラバラになってしまいました。歯の中にはね、バツが一つあるね。丸もあるね、ここに。丸わかるか？それから棒もあるでしょ？それからこれが何て言ったかな？何？何だって？そう、お口を閉じてね、む。先生の口見てみろ。む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 じゃん。む。む。む。もうバラバラにするよ。スイラ君マスクしといてよ。マスクしといてよ。マスクしといてよ。む。OK。む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 。まる。まる。バラバラにするよ。バツだよ。ぐにゃってん。で、もっとバラバラにしちゃうの、無を。もっとバラバラにするぞ。こんなバラバラになっちゃったね。無の中にもね、バツがあります。丸があるね。それからこれが、み。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 バラバラにするよ。バラバラにするよ。バラバラにするよ。こんなバラバラになってしまいました。バツが一つあります。丸。丸。ね。こんなバラバラになってしまった。身の中にもね、丸があります。それから、
バツもあるね。バツもあります。これなんていうんですか？あ。あ。今度青バラバラにするよ。青バラバラにするよ。青バラバラにするよ。あがバラバラになってしまいました。バツがあるし丸があるね。こんなバラバラになってしまいました。よし。そこでね、今日は皆さん、皆さんにね、絵を描いてもらおうと思う。みんなの前にね、僕がバラバラ。あの青い紙あるから出してみて。それから鉛筆を持ってる人は鉛筆を出してください。鉛筆は危ない道具ですから使うとき以外はあの筆箱の中にしまっておきますよ。OK？OK？ あるから。センキ持ってるのか。センキは今日使わないよ。いいよ、それでいいよ。よし、これです。これでした。おい、座ってよ。じゃあ、これから先生が本を読みます。本を読みますから、その話を聞いて、そこに絵を描いてください。どんな絵かは、まあ、知りません、見せない。まあいいよ。じゃあ本を読んであげるから。いい？じゃあ先生が本を読む。座ってよ。Have a seat, please. Will you? Okay. Okay. じゃあ本を読みます。先生がこれから本を読みますので、その本を聞いて、そしてその絵をそこに描いてほしい。でもこの絵は見せない先生。この絵じゃないんだよ。この絵だよ、こっち。いいね。秋はいいな。風の白さが嬉しくて、トンボも軽く飛んでいます。秋はいいな。秋はいいな。絵を見ると、まあ男の子が広い野原にいますね。コスモスっていう花がね、いっぱい咲いています。それから男の子は犬を連れてきたみたいです。そしてね、空を見るとね、まあ綺麗な雲がいっぱいあって、そしてね、トンボがいっぱい飛んでいます。もう一つ言いますよ、読みますよ。そんな絵を描いてほしい。もう一つ言いますよ。風の白さが嬉しくて、トンボも軽く飛んでいます。秋はいいな、秋はいいな。男の子が今日は犬を連れて野原にやってきました。わ、コスモスというね、まあ綺麗な花がいっぱい咲いてますね。そしてお空の方には雲があって、トンボさんが、お母さん、物の席がひどいみたいだもんで、はい、今日はちょっとこう遠慮してもらったわけ。あ、席そんなすごいですね。すごいんです。風じゃないけど。